素があるので、録画配信という形になります。うん。なんかね、最近というか、まあ、子供のレッスンとかも結構してるんですよね。で、うん。まあね、最近なんかこう、子供も子供でこう、やっぱり大人っぽい感覚って持ってるな、みたいに思って、なんかこう、なんですかね、大人になったらこう、うん、いろんなことがこうね、ハードルが高くなる、なんてこう、ね、とか、なんかこう、うん、思ったりするんですけど、結構子供にとってもこうね、何かこう一つ超えるっていうのは結構こう、うん、難しかったりしますよね。だからなんかあんまりそこ変わらへんなとか思って、子供は子供で結構こうなんていうのかな、複雑な、うん、気持ちを持ってたりとか、本当は今弾きたいと思ってても弾けないとか、弾きたくないけど弾かないといけないとかねなんかこうそういう感情をやっぱり持ってたりとかして、なんかこう立派なこう大人だったりするなぁみたいな風に思ったりするんですけどね。うん、そう。だからね、なんか大人の人も大人の人で、なんかこう子供の時は、うん、ハードルがねこう高くなかったけど、今はなんかこうやっぱりこうハードル高いとかって思ったりするかもしれないですけど、うん、意外とねそんなに変わんないかもしれないですね、そういう意味でいくとね。うん、そうね、そんなことをなんかちょっと思ったね。うん、あんまり変わんないんかね。そうね、まあでも思い切ってできればね本当にいいですけど、あとはまあなんかこうね、無理せずに自分の意見とか言えたらいいんだろうなとかも思いますけどね。ね、なんかこう嫌ってやっぱ言いづらいとかあったりすると思うけど、言ってしまっていいかなみたいな。うん、だからね、なんかこう嫌やって言った時にこう褒めてあげられたらいいなぁなんてこともなんかちょっと思ったりしますけどね。自分のこう意見を言える、やることだけがこう絶対に正しいってわけではないと思うんで、うん、なんかこうね、やりたくないことやりたくないって言えるっていうこともすごくやっぱエネルギーがいることやし、うん、やりたいことやりたいっていうこともまあ同じようにすごい素晴らしいことだと思うんで、なんかこうその意見を言えるっていうこと自体すごいことだと思うんですよね。それをなんか言えなくてもこう示してみたりとか、うん、結構それをすることってやっぱエネルギーいると思うんで、うん、それはそれでこう素晴らしいこと、どっちも素晴らしいことなんだろうなみたいなことをなんかこう漠然とねちょっと思いました。うん、特に喋ることは決めてなかったんですけど、ちょっと思いついてそんなこと思ったよっていうお話でした。じゃあ今日も即興演奏していきたいと思います。よろしくお願いします。